そこの得意技です。猫を葉っぱの上に乗っけるのが得意技ですね。今日は雨降ってるから行こうか。ヘンミヨウという作家が対談で次のような話をしております。僕は今非常に興味あるのは匂いなんです。匂いに無性に関心があるというのも、地下鉄に乗っていたら排泄物の匂いを消す薬という広告を見たんですね。これが高校生の間で流行っているというポケットベルト、その薬、これが常備だって言うんです。僕は自分の排泄物も匂わさないで人生一体何が面白いのかと思う。さっき言った黒板のチョークを黒板消しで消すようにして人を殺せるというのもそれです。相手の匂いとか痛みとか手触り、そういうものを全部排除する社会になっている。相手の手触りとか言葉とか息遣いとか肌の感触とか、最近の日本人はそういうのが嫌なんです。匂いにまみれたり、汗にまみれたりすることを非常に嫌がる。美しさ、醜さ、この基準を今の日本のようにこれほど単純にステレオタイプ化した歴史というのも人類史の中にないと思うという発言です。現代の人間には顔がないという、個性がない、特性がない、みんな考えることも行動することも相貌さえも均一化してきているし、均一化しようとしている。他と同じであることに安らぎを求めるということは、同じでないものを差別し排除する世界を作り出すのである。そこには他者との本当の意味での関係は生まれない。互いの悲しみや痛みを共有する本当の関係が生まれてこないのです。誰にとってもありのままの自分を受け入れてくれる懐が欲しいのです。1997年5月、テレホン法は